ピンポンパンポーン。この動画には以下の要素が含まれております。こちらの注意事項にご不満の方は戻るボタンを。差し支えない場合はそのままお待ちくださいませ。ではでは、ごゆっくりお楽しみください。はい、どうも皆さん、東北キリタンです。東北イタコですわ。今回から新マイクラシリーズ実況というわけで、私たち2人で進行させてもらいます。いよいよ私たちの出番ですわね。しかしこちらのシリーズは一応メインの新コレ実況のスピンオフとなっています。あくまでスピンオフなので投稿頻度は期待しないでください。とか言って、本当はメインのマイクラを抑えてこっちの実況をメインにする気じゃありませんの？いえ、おそらくこちらのシリーズは息抜き程度のものです。まあその話はおよいするとして、作業しながらこのシリーズについてお話ししましょう。今回このシリーズを任された理由は主に2点あるそうです。私たちに和風モッドをプレイさせたかった。そしてもう一つはマイクラ自体をもっと知ってほしかったとのことです。なるほどね。確かにメイン実況の方はいろいろ小難しい言葉や複数の追加要素を入れてこんがらがってる人も中にはいるかもしれないわよね。だけどそれならこのシリーズではモッドを入れる必要はないのではないんですの？私もそう思ったんですがね、彼曰く、せっかく東北家の2人がついに来たんだぞ、和風モッドをプレイさせなきゃ僕の名誉に傷がつくとのことです。どんな名誉なんですの？まあこのシリーズのコンセプトとしてはマイクラ自体を知ってもらいつつ和風モッドをプレイするってことですね。それで今回入れた和風モッドを教えてちょうだい。竹モッドと豆腐モッドですね。和風モッドでは有名なモッドではないでしょうか。他にも一括破壊等の若干の便利モッドも入れております。そちらの方はこのシリーズの再生リストの説明欄に記述しておきます。それでこれをするからには目標もあるんですのよね？ええ、彼に言われてるのはマイクラ内での実績および豆腐モッドの実績、この2つを全て解除することらしいです。割とハードなんじゃありませんの？まあ別に期限があるわけでもないですし、私はゆったりやれればそれでいいです。私よりタコ姉様が飽きないか心配ですが。ふっふっふ、せっかくイーちゃんさんがくれた機会、存分に私の知名度をガン伸ばしして差し上げますわ。ああ、そういえばタコ姉様はそういう野心のもと動画に出るんでしたよね。イエース。とはいえ、いちいち気を切る方法やある程度のツールを作る方法などの説明を口頭でするのは億劫ですので、そこら辺は見て学んでください。と、前置きはこれくらいにして実況に移ってまいりましょうか。あら、この木は本来のマイクラの木じゃないですわよね。ですね、見ての通り桜の木です。こちらは竹モッドの追加要素ですね。こちらの苗木を取らないと竹モッドが始まらないと言っても過言じゃないでしょう。ということで取りました。相変わらずマイクラの物理法則はどうなってるんですの？気にしたら負けってやつです。たまに浮島といってワールド生成のバグで島が空に浮いてるものもありますからね。それはそれでロマンがありますわね。まあ私は彼とは違ってあんなバカでかいガラスの島を作る真似はしませんよ。あの人は変なところに力を入れますわよね。それでこれからどうするんですの？村を探します。運が良ければ豆腐モッドの要素を見れるかもしれません。そこでの村人との取引が実績等の解除に必要なので、そこを本拠点にすると考えてます。村自体を拠点にするんですのね。ええ、ある程度自分の家は建てるつもりですが、建築清掃は期待しないでください。私たちのお屋敷を無造にしてもいいんですのよ。無茶言わないでください。仮に時間かけて作れたとしても村が敷地内にすっぽり収まっちゃいますよ。とか言いつつ、やりませんって。おや、村ですわね。運よく1日目で見つかってよかったです。さて、お目当てのものはあるのでしょうか？お、いましたいました。あそこの村人ですの？そうです、彼が豆腐マットの必要不可欠なものを取引してくれる商人なので、この村を拠点にしましょう。1日目で見つかってよかったですわね。本当ですよ、下手をすれば取引してくれる商人すらいない村とも遭遇しますからね。それはいいのですが、キリちゃん。はい。あなた、ベッドはどうするんですの？やだな、タコ姉様、私がそんな初歩的なことを忘れるわけないじゃないですか。忘れてたんですのね。ほら、まだ日は上がってますし。もうだいぶ日暮れですわよ。今から狩りに行けば間に合います。そう都合よく行けばいいですわね。まずいです、全く見当たりません。影モッドを入れてるおかげで真っ暗闇になってきますわね。いました、いましたよ。もう月が上がってますわ。早く、早く毛をください。私に全身の体毛という体毛を全てください。これが人間に言われたセリフだったらそっとしますわね。マイクラで一番死亡率が高いのは初夜だと思うんです。初夜なんてキリちゃんエッチね。今はそういう初夜じゃなくてですね、マイクラを始めるときはある程度のツールを揃えたら先にベッドを作ることを推薦します。よくあるケースは今回の私のように何かに集中、村を探すことや素材の採集することで気づいたら夜になり、ゾンビやスケルトンに襲われるケースですね。ようやく村を見つけたのに死んで初期地点に復活したら元も子もないですわよね。そういうことです。ということでなんとか間に合いました。当然ですがベッドで寝るには夜になる必要があるので、お昼に寝ても意味ないですよ。さすがにそれは言わなくていいのでは。あくまでデフォルトのベッドではです。まあそのうちわかります。
ということで戻ってきました。では村に来たということで、早速例の物件を物色しましょう。例の物件？鍛冶屋です。前方に見えるかまどが配置されてる家のことです。こちらの家にはチェストが置いてあり、運が良ければダイヤモンドなどが手に入ります。ではオープン。おや、見慣れないアイテムがありますわね。豆腐屋のラッパ？大したものではないです。これを持って右クリックすると、馴染みの豆腐屋の音が流れるってだけですね。しかし、あまり当たりでもなさそうでしたね。鉄の剣はありがたいですが、黒曜石が3つだけでは使い道がないので今は持ち腐れになります。ネザーでしたっけ？ええ、黒曜石は最低で10個ほどないと、別世界のネザーという場所に行けないんです。あ、ちなみにラッパはこんな感じです。なんか地味ですわね。私は懐かしい気持ちになりますけどね。では今回はここまでです。あら、もう終わりなんですの？先ほども言ったじゃないですか、私はゆったりやれればそれでいいと。物足りなさは感じますが仕方ないですの。そういうことです。次回はどうするんですの？村を少し綺麗に整地して活動するための家を建てます。せいぜい豆腐ハウスにならないように気をつけますよ。豆腐モッドだけに。それでは皆さん、また次回会いましょう。おかしいですわね。ただいま。おや、ズン姉様お帰りなさい。あら、キリタン。今奥でタコ姉様とお茶してますが、来られますか？遠慮しておくわ。珍しいですね。何かあったんですか？今日はイーチャーさんと買い物に行ってきたの。本当に珍しいですね。どういう風の吹き回しですか？あら、私だって普通に食事くらいするのよ。とても普通とは思えませんけどね。どこに行ったんですか？洋服屋さんに神どころ、武器屋さんに行きちかね。武器屋さんって言いました？やっぱりイーチャーさんがいると迷わなくていいから助かるのよね。なんでイーチャーさんが武器に詳しいんですか？まあ、あらかた予想はつきますが。そりゃ自分で使うからに決まってるでしょ。あ、ちゃんと貸し付き死亡資格をされてるから安心安全の商品よ。そういう問題なんですか？まあ、プレイで使う予定にしては少々買いすぎたかしら。相変わらずですね。ちなみにゆかりさんの武器もイーチャーさんが買ってる。